新人看護師の皆さんこんこにちは病院薬剤師ダマさんですこのコンテンツは薬剤師の視点から看護師さんにぜひ知っておいていただきたい注射薬の基礎知識について解説していきます第1回の今回は「リメンバー薬理学毒に最も近い薬」と題してお送りします 薬のルーツをたどると、往々にして毒にたどり着きます。その事例は、枚挙にいとまがありません。突然ですが、次の3枚の写真をご覧ください。 どれもきれいな花ばかりですが、実はこの三つ、猛毒を含んでいます。しかし、そんな恐ろしい猛毒ですら、人間は薬に変えてしまうのですから、たくましいと言うほかありません。ジギタリスは心不全の治療に使われる強心肺糖胆に、トリカブトは毒性を弱め、 多くの漢方薬に配合されています。グロリオサに含まれるコルヒチンは、痛風発作の治療に欠かせない薬となっています。ただ、言い換えれば、正しく使用しなければ、薬はいつでも毒に戻ってしまうということでもあります。 皆さんが学生時代に学んできた薬理学は薬を毒にさせないための学問ということができます。今回のテーマ注射薬はとりわけ毒に近い薬ということができます。それはどういうことでしょうか ピントは注射とそれ以外の投与経路の違いにあります。注射投与には他の投与経路と比較して以下の傾向があります血中濃度の立ち上がりが早いつまり効き目が早い血中濃度が高いつまり効き目がい 効き目が強い静脈注射の場合血中濃度の消失が早いつまり効き目が短い裏を返せば小投与したら取り返しがつかないということでもありますなのでこれより数回は注射薬のリスクを中心にお話していこうと思っています。 今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。病院薬剤師って素晴らしい。ご賛同いただける方はチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。